血管内大細胞型 B 細胞性リンパ種は不死外性大細胞型リンパ種細胞が血管内に選択的に認めるものを指す。この疾患は1959年オーストリアの皮膚科医が皮膚政権で血管内に著名な腫瘍細胞の浸順を認めた31歳女性の症例を報告したことに始まる。当時は血管内皮細胞由来の腫瘍と考えられていた。 1980年代中頃に本体は悪性リンパ種であり、ほとんどは B 細胞性主要であることが明らかにされた。2001年の風分類第3版では美満性、大細胞型 B 細胞性リンパ種のアケートされていたが2008年に改定された第4版では独立した疾患分類となっている。臨床像から2つに分類される。なお、ウエスタン。 アジアンと名がついているのは、もちろん西欧で多いものと、東アジアで多いものによるものだが、あくまで多いだけで、どちらの地域でも両方見られる。病院は分かっていない。成人に生じる。欧米では100万人に1人とされるが、欧米とアジアでは、頻度が異なる。本疾患は他の悪性リンパ腫とは、症状が著しく異なる。まずリンパ節は、主大しないことがほとんどである。 このため、悪性リンパ腫として診断されにくい。悪性腫瘍の一般的症状として、全身倦怠感、食欲不振、体重低下を示す。多くの場合発熱し、不明熱として診断される。全身の臓器に浸潤しうるため、浸潤した臓器の機能不全を起こす。特に中枢神経に病変が生じた場合の中枢神経症状が特徴的である。 一方、上述の通り、アジアンバリアントでは、中枢神経症状が少なく、初期より、血球鈍色症候群を起こし高熱と、反血球減少を主たる症状とする。自然警戒した報告もなくはないが、多くの場合症状の急激な進行で多臓器不全に至る。組織政検により、血管内のリンパ腫細胞の増殖増を認めるのが、確定的診断になる。 骨髄の血管内に、リンパ種細胞を認めれば速やかに診断シュールが、認められなければ皮膚生検も行われる。しかし、内臓の生検を行わなければ診断できない、症例も少なくない。この場合は、生検部位を決めるのに、FDGPET が有用である。治療は微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ種と、同様にリツキシマブを加えた。 抗がん剤化学療法が基本である。症状の進行が早いため早急な治療開始が望まれるが、上実の通り確定診断に至るのが難しいことと、悪性腫瘍としての確定診断が得られぬまま、抗がん剤投与を決断することも難しいため、血球うどん食症候群の鎮静化による全身状態の立て直しや腫瘍崩壊症候群の予防を意図して、 CHOP 療法のステロイドを先行投与し CHOP の残りの抗がん剤、ついでリツキシマブを投与するという治療戦略が取られることがある。以前は3年前生存率は40%程度と不良であったが、リツキシマブの併用を行うようになってから、予後は2年生存率が60%程度まで改善したが、中枢神経再発が多い。血液内科。 ありがとうございます。